飯い立て村立飯い立て希望の里学園は、福島県相馬郡飯い立て村にある小中一貫の義務教育学校。もともと、飯い立て村内には、草のめしどい、メッ井、薄い市の三小学校と飯い立て中学校があり、2113月11日午後に、発生した東北地方太平洋沖地震と津波、 およびその直後に起きた福島第一原子力発電所事故の影響により村内全域が避難区域に指定され、村外の臨時校舎で授業を続けていたが、2017年3月31日に帰宅困難地域を除く村内全域の避難指示が解除され、2018年春からは、飯立中学校を改修した校舎で草のシどい。 薄石市の三小学校と飯舘中学校が授業を再開したが、2020年4月に、この4校を統合して開校したのが飯舘希望の、里学園である。東日本大震災7年学びや、復興の拠点村、北井飯言小中高、子供園公開、朝日新聞2018年3月5日付、東京本社長官29名飯い村の、 義務教育学校開校式 NHK 福島ニュースウェブ入学式を行いました村の出来事フォートニュースメニュー。ありがとうございます。